開始いたします。青コーナー 69.25kg 飯塚優。顔がいいですよね、甘いマスクで。赤コーナー 69.8kg 松本大輔。松本大輔選手 IMM グラップリングですね。頭の渦はの回転するという回転体という意味を多分込めてぐるぐる巻きにしてるんだと思いますね。ラウンド1。唐草模様じゃないですね。泥棒ってことではない。泥棒ではないです。泥棒ではないです。回転体ということでくるくる回るよっていうね、試合でもくる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 回って、関節取りに行くよっていう。わ、蹴りいいっすね。すごい蹴りですね。インローめっちゃ良かったですね。今小艇とかだとね。どうですか小艇で、大沢さんやったこととかないですか。なんか角度変わるからだいぶ変わりそうですけどね。打ち方も変わりそうですよね。僕も打ったことないんですけど、小艇で試合では本域では打ったことないんですけど。あ、もう行ってますね。アームロック行ってますね。対処できるかな。対処できるかな。回されるとまずいですね。回転体っていう、こういうことですね。今足を掴んで、内ももを掴んでガードしてるんで、あれ外したいですね。今下になってる飯塚選手はどういった動きすれば、これはまず頭にかかってる足を手で外していくのが最初にやることかなと思いますね。はい、あ、今ちょっとまずいですよ、まずいですよ、これまずいですよ。頭にしっかりかけられてしまうと、足がかけられてしまうと。どうだ。エスケープ、取られた瞬間にロープエスケープ、はい、ロープエスケープを今飯塚選手がしたという、まあ、1回使いましたね。はい、青コーナー飯塚選手エスケープを1回行いました。いや、これがあったらちょっと3回決めなきゃいけないってなると、うん、そうですね。あ、小艇もうまいこと使ってますね。今入りましたね。小艇ルールだったら小艇打たせます。大沢さん、小艇なんですか。小艇ルールだったら自分がもしセコンドつくとしたら自分の選手に小艇打てって言います。いや、もうそれはもう行かせますよね。あ、行かせますか。もう行けと。打ち方とかね、はい、どういうふうにやるべきなんだろうなっていうのはありますけどね。小艇ってどうなんですかね、実際にもらうと。なんか昔のね、はい、パンクラスの時は、はい、昔パンクラスの時はパンチよりも効くって言ってましたよね。言ってました。先生、僕試合で一回もらったことあるわ。小艇は、はい、その時の衝撃。僕ゼストってグローブ急に取って試合してもいいんですよ。はい、パンチ打てなくなるんですけど、小艇打っていいっていうルールで、はい、相手が2ラウンド目にグローブ取ってきたことがありました。なるほど。で、小艇僕食らったことありましたわ。すげえ効きました。あ、そうですか。そうだわ。まあ頭揺らそうと思ったらね。この一直線だっていうなんかよく言いますよね。ここに全部ドーンって揺れるんですよ。こっちじゃないですか。こっちこっちですね。張り手、こういうのもありますよね。はい、ビンタ的なことじゃなくて、張り手みたいな感じで食らったことがあって、すごい揺れましたね。あ、これまたちょっとロープ近いですね。また、はい、松本選手が上になって飯塚選手の足、腕狙うんですかね。腕ですね。またこう、ね、アームロックが肩固めとかかな、はい、体重はこう一緒ですか。ライト級ですから。腕ですね。上取り返しそうですね。ただまだアームロックが下から狙われてるんで、はい、あれ対処したいですね。どうだ。対処したい。あ、またさっきと同じ流れですね。3分経過、3分経過。足換、ね、いきましたね。足換レガース履いてるんで結構足換厳しい。ああ、素晴らしい。危ない。もう2本も取られてしまいましたよ。青コーナー飯塚選手2回目のエスケープです。あと2回のエスケープで、あと2回か。先ほど僕3回目でって言ったんですけど4回目ですね。3回まで OK で4回目、すみません、ルールは。あと2回飯塚選手はまあ逃げようとも逃げれるんですけれども、はい、おわ、今聞いたんじゃないですか、松本選手の小艇が。うわ、いや、効きそうだな。あれ効きそうですね、はい、拳よりも見えてなかったらグローブのスポンジがないですからね。あ、そうですね。あとよく指がこう目に入っちゃうとか。あ、そういうアクシデントも怖いですね。なんでしっかりとこう曲げていただきたいですね、はい、指は。あ、でもいいテイクダウンですね。いいテイクダウンですね。なんかプロレスの方で私よく飯塚選手は見てました。あ、見るんですね。へ、
プロレスではどうなんですか、どんな感じの戦いですか。やっぱりこうボルクハンが好きで、はい、若い選手でやっぱ関節技も大好きだっていうところで、まあ、プロレスリングヒートアップの中でもこう若手の中でこう急上昇の選手なんですね。ボルクハンってね、リングスが昔もう20年ぐらい前ですからね、はい、会った時のもうトップ選手ですよね、サンボのね。そうですね、足換とか関節技が今好きな若い選手があんまりちょっと少なくなってきてる感じがすると思うんで、みんな打撃をやりたがるんで、そうですよね。やっぱちょっとね、飯塚選手にはちょっとね、このまま純粋培養で育っていってほしいですね。関節技大好きって感じで。上取ってどうですかね。さあここから何するんですかね。こう得意な関節技何なのかなっていうのをちょっと見たいですね。腕系なのか首なのか足換なのか。5分経過。そうですね、ちょっとコメント欄に今、飯塚選手生まれる前なんじゃないの、ボルク判定っていうね、あコメントが。そうですよね、多分20代前半の選手ですもんね。あそうですね、だから過去の映像なんかを見て好きになったんですかね。ちょっとね、そう、でも昔のやつ面白いですよね、見ると。いや面白いですよね。結構昔の映像とか大沢さん見られます？どのぐらいの僕の時まだ MMA なかったんでね。まだ僕が MMA なかったっていうセリフ重いですね、はい、それはすごいです、ね、俺はリングスとかはリアルタイムで見てたんで。リアルタイムで UWF とか。 UWF はね、僕あんま見てなかったですよ。まずいこれはまずいアキレス腱ですね、痛いんで。組まれてないんで大丈夫だと思いますが、ヒールに変えたから。あ、SK、 ダメだ。あこれはアボの飯塚選手、3回目のエスケープを行いました。あと1回のエスケープで負けとなります。いやこれすごいな。だから今もう6分経つんですけど、はい、これ何分ですか。10分ですね。10分ですね、なのであと4分で、はい、1本取ればいい。懐かしいな、はい、もうかなり優勢ですね。もうあともう KO とかしかないんじゃないですか。いやもうそうですね。そうですね、それから1本取り返すとかね。取り返すか、であの真ん中でね、リングの真ん中でロープエスケープできない場所で1本取るか、もうあとは飯塚選手はもうキックとかで、ハイキックとかで KO しちゃうとかしか今から組んでますから。ただやっぱり松本選手がこう前出る力が強くとか、後で押されてしまう、ロープに押されてしまう。そうですね、今体入れ替えましたけれども、もう松本選手はあと1回ロープエスケープでいいので。そうですね、真ん中でやる必要もないですもんね。そうですね、まあ、上手い形で今飯塚選手が松本選手をまあ倒したというか崩れたというか、ネルソン気味に脇すくってますね。あ、尾身川さんの得意技みたいな。そうですね、はい、足が来ましたね、足が来ましたね。ただ逆に飯塚選手はここで決めちゃって、あ、来た、内ヒールがもう来てますね。あ、でも両足が今入ってるんで、まだ7分経過、7分経過。アームロックですか。アームロックにまたね、松本選手腕好きですね。腕好きですね、やっぱね、関節は好きですよね、締め技とかよりね。全然そうですね、確かに締めよりも関節の方に行きますね、もうロープエスケープないですから自力で逃げるしかないですよね、これ。そうですね、はい、あ、もうアームロック来てますね、来てますね。そう、足を挟んでもこれは逃げれないので、飯塚選手はここ逆転してほしいですね、はい、やっぱ少し3回ぐらいクラッチ切られてるんで、はい、結構もう、そうですね、切られちゃうタイプかなっていう感じですね。そうですね、あ、これまずいかもって今思ってるかもしれないですね、ちょっとなんとか。あー、素晴らしい勝者、赤コーナー松本大輔。いや、松本大輔選手のアームロックが決まりまして、ね、勝利ですね。7分41秒、アームロックによりまして、懐かしい赤コーナー松本大輔選手の勝利でございます、はい、なんか昔よく見たではありますよね。すぐに関節技に行ったりとかね、はい、その松本選手が飯塚選手を叩いておりますね、今。いいですね、いやでも見た目も良いですし、はい、これからだと思うんで、はい、多分だってまだ20代前半なんで、はい、僕格闘技始めたの25歳なんで、はい、もう全然これから多分ね、彼も強くなれる。僕もね、格闘技始めた23とか23、ちょっとじゃあ、ね、少し遅めなんですね、はい、で、それであの世界の舞台まで行かれてたんですね。そうですね、いやもうすごいですね、それも。実は大沢さんと言おうと思ったんですけど、はい、大沢さんの思い出があるんですよ、僕。何ですか。